どうも、アジアの山です。キムジンです。ということで今回はキムコラボです。コラボしたくないな。キム呼びました。イエーイ。いやということで今新居でキムと2人、まあ、あのタマールクエストの方でも多分キム出てると思うんで、その延長で今こうやって動画をねピッて回してるんですけど、何しようかなと思って、僕らで去年2人で何したっつったら東工大行ったことないよね。そうですね、まあ、当時花おでんがんの撮影で理系注文大学対抗選手権みたいな企画をやった時に、僕らは東工大学、東京工業大学に行って、その時に模試研究会っていうのがおって、こいつらこれあげるでやってくださいみたいなのあったやん。はい。ってなったらやっぱ僕らといったらその模試研究会にもらった問題ということで、今回は東工大の模試研究会が作った数学の問題全部解いてみたっていうのをねやってみたいなと思います。はい。これここに問題あるんですけど、はい、180分180分300点って書いてあるんですよ。はいはい。お前帰られへんかもな。まずいっすね。2人で解いて90分で終わらすってパターンない？これを今日はやれる限り、キムがこの後予定あるってさっきなんか僕知らなかったんで、はい、これをちょっとゆっくりとこうかなと思ったんですけど、ちょっと時間の許す限りちょっとやってみたいなと思います。はい。要はまあ何がしたいかって言ったら、作文サークルってさ、何ってお前、そうですね、作文サークルがもう数学の問題作るってもうどんだけマニアックなことしてんねんって話やん。はい。そいつらが作った問題ってどんな問題なんだっていうことをちょっと見ていきたいなと思います。で僕これ確認したんですよ、これ作った人に、はい、これって YouTube の動画で上げてもいいんですかって、これ著作物みたいなだと書いてあるんですけどいいんですかって聞いたら、 YouTube 上げてもらって大丈夫ですって言われたよなって、はい、言われたんで今回動画上げてます。はい。じゃあちょっと早速、はい、解いてみましょうか。解いてみましょう。じゃあキムさん問題です。はい。ちなみに難易度どれぐらいが来ると思う？でも東工大祭模試ですよね。工大祭模試って書いてある。いや東工大の文化祭の模試、はい、まあだから東工大入試レベルか、もしくはもうちょいむずいぐらいじゃないですか。まあでも東工大ってめっちゃ難しいイメージあるんやけど、はいはい。 fx は実数全体で連続であり、はい、全ての実数 x について f かっこ x プラス1イコール fx を満たす関数とする。はい。i イコールインテグラル01の fx dx と置くとき、リミット n 無限大、インテグラル0から1までの e の x 乗 f かっこ nx dx を i を用いて表す。まあやってみましょう。はい。でこれをちょっと手分けしてやってみましょう。はい。1番。1番。fx は実数全体で連続であり、すべての実数 x について f かっこ x プラス1イコール fx を満たす。うん。つまり F3 イコール F2 イコール F1 って周期関数ってことやね。そうですね、うん、これって部分積分ですか？可能性ありますね。一旦ちょっと進めてみますか、はい、部分積分を。うん、難しいね。むずくね。今どういう方針？ガリレオ、お前かもしれないです。この変形って間違ってる？どうですか？部分積分したらこうなりますと。いやでも微分できるとは限らないで、 fx は。確かに。じゃあ部分積分できませんね。これだけ見た限り微分できなくても良さそうじゃないですか。うん。だって微分可能であるとするって書きそうやんな。めっちゃむずない？これそうなってくると。はい。やばいな。むむ、分かったかもしれない。ちなみにどういう方針が思いついたの？まず、うん、普通に考えて n がまあ有限の時考えるじゃないですか、うん、これって fx って0から11から2から3って変わんないじゃないですか。全部一緒全部一緒、うん、だからこの中身 nx って、うん、まあ、0から n まで移動するわけですけど、うん、01と12と23で区切った方がいいと思いますね。K が1の時が0、はい、1、あ0から N 分の1まで、はい、あそういうことね、はいはいはい、ですよね。でこのシグマの中身の部分を考えるんですけど、これってこの F の中身をなんか0、1で一緒となったらなんかもうちょっと簡単にできそうな気がしません？このインテグラルの部分、はい、だからこれを使いたいんで、うん、1回この部分を X にします。じゃあ NX イコール T と置くみたいなことかな。はい、まあ、僕 Y と置いたんで Y と置くんですけど DY、 なるほどね。となるとこれだから N 掛け算するから、はい、K-1 から K までになるってことか。そうですね。区分球積っぽいな。で今度はこの K-1 と K が積分範囲に入ったらややこしいんで、
中に持ってきたいんですけど、y-k-1 っていうのをまた新しく置くんですよ。なんでそんな覚えていた？ここにあるとめんどくさいからです。あーなるほど、そういうことね。だって積分範囲にあるより中にあった方が嬉しいじゃないですか。あ、そういうことね。はい、0から1までになるってことか。そうですね。 k-1 足す z みたいになるよね。はい、そうすると k-1 は整数じゃないですか。ってことはこれ使えるんですよ。整数分図率とも一緒なんで、これは fz なんですよ。そうね、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、k っていうのは、はい、要はこの周期関数を0から1、はい、1から2って区切った時の k 番目ってことやんな、はい、そうですね。 k 番目っていうのが k になってて、はい、なるほど。じゃあこれはこうなるんや、はい、そうです。でこれの何が嬉しいかというと、元のシグマなんじゃないですか、k イコール1から n までがこれにかかってるよね、はい、そうです。だから、だからそうすると積分範囲に k が入ってたんで、うん、ダメだったんですけど、今回積分範囲0と1なんで積分とシグマ入れ替えられるんですよ。なるほど。ってことはまあ n 分の1も関係なくて 01e の z 乗 fzdz かけるシグマの k イコール1から n までの、はい、この e の z 乗 fzdz の値ってどうやって求めるんやろな。また次回のお話でしょうかね。だって今、はい、i っていうのはさ、はい、01の fxdx しか定義されてないよ。これ求めなあかんよね。ここはここで収束して、ここはここで収束しました。じゃあそういうことね。はいはい。いや、というか、いや、これシグマから計算しなくていいんですよ。多分シグマのままでやってれば区分求積できます。あーなるほど、 n 分の k のところじゃあこの状態でいくってこと。そうですね、だから n 分、これはだからこれの n 無限で取ると、はい、これと、はい、01の e の積分に分離できて、そうですね、これは e-1 かな、はい、だからこういうことね。そうです、そうです。収束すればの話、収束すればの話だよね。不定形とかの場合があるんで、そうするとこっちは多分 z が0から1なんで、ほんまや、0小なり z 小なり1に対して n で割ると、はい、fz は一旦プラスと思っていいかな。あーなるほど。 fz って符号わからんやんか。そうですね、一旦プラスと思って計算しても何の差し障りもないっていうことを確認したいな。 それは確かに、議論に入れる部分ですけど、うん、仮にプラスと思ってんじゃやりましょうと、はい、これ i なんだから、うん、i 小なりインテグラル01の e の n 分の z 乗 fzdz 小なり e の n 分の 1i になるんやね。ということはこれ i に収束します。そうですね、これ i に収束するんで i×e-1 ということでしょうか。そうですね。でこれは仮に不等号の向きが入れ替わったとしても同じ、この問題カッカにならないと i×e-1 か。なるほどね、この議論合ってますよね多分。この議論は合ってそうな気がする。これは z が0から1までしか動きませんってところから、これに fz をかけたものが0から1の間で常に成り立つんだったら積分しても当然。うん、でも常に成り立つとは限らないですよね。だから、うん、そうなんですよ。そうなんですよ。fz をかけるっていうのが問題で、fz は z によってプラスかマイナスか変わるはずなので、それだから議論が難しい。0から1の間でこれ確かに常に成り立つかわからんな、この不等式。はい、だからそういう場合は i との差を取って絶対値を取るんですけど、 i との差を取って絶対値を取るんですよ。なるほど。0以上じゃないですか、うん、で中に入れた方がでかいはずじゃないですか、うん、でここはこうなって、そうするとここの部分は常に正なんで、これで外に出してよくて、これで0に収束すると思うんですけど、 fz の絶対値として取り出したってことね。はい、はい、ということはこっち0になるので、これ0に行きます、うん、ということはこれは i に収束します、うん、なのでこれは e-1×i。なるほど、はい、回答に起こしてみいね。はい、試験番号やってガチやん。ちょっと回答書いてみようぜ。はい、より i と e-1 の掛け算、はい、これ難しくない？難しかったですね。ということで今なんと1時間15分かけて1問終わりました、はい、お腹いっぱいです1時間15分で、はい、試験時間半分近くこの問題で使ってしまいました。これはでもどうでした？なかなか難しかったですね。これ面白い問題ですね。でも、はい、
これえぐいね、はい、回答あるんで回答見ます、合ってるかどうか回答を見てみましょう、はい、あれがいります、 QR コードあーだからスマホで読んでみる、はい、E-1 かっこ I 正解ですね、正解です、はい、ということで、はい、まあ一旦ちょっとこの式、これをもう一回ちょっとなんとなく説明してもらっていい、問題はこれなんですけど、はい、これをまず考えますと、はい、まずどうしますか、あとまず、はい、そのまだ FNX っていうのが、うん、X は0から1まで動くってことは、うん、NX は0から N まで動くんですよね、はい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 、そうするとこの FX ってのは周期関数なんで0、1と1、2と2、3と点々点っていって N-1 から N っていうので区切って考えたのが多分分かりやすいだろうと、うん、いう発想になったんで、はいはいはい、分けました、はい、で分けたのがこの式、シグマの k イコール1から n までの n 分の k 引く1から n 分の k で、このままだと分かりづらいんで、うん、ちょっとあの見やすくするために nx イコール y という変化をしました、はいはい、でこうなりましたと、はい、でその後周期関数であるってことを使いたいので、ここにあるよりもこっちにあってくれた方がありがたいですよね、要はここは、はい、k 引く1から k ってなってるけど、うん、0から1みたいな形になった方が見やすいんじゃないか、はい、って方でこの変換が出てくると、そうですね、 y 引くかっこ k 引く1、つまり y が k 引く1の時が0、はい、k の時が1、つまりこれ0から1になるような変換をしていますと、そうですね、はい、それがこれ、はい、そうするとうまいことこれが出てきて z 足す k 引く1、はいはい、なのでこれはまあ問題の仮定が fx プラス1、これ fx つまり1周期1の周期関数、はい、ってことは x プラス1も x プラス2も x プラス3も x プラス4も全部 fx で書けるんで、これは fz ですと、正の整数だから、整数だから、はいはい、fz になりますと、はい、ここ fz になりましたと、はい、なりました、でこれを見るとここに、うん、z と関係ない値が出てくるんで、うん、ここにもですね n 分の1、では積分は z の積分なのに z に関係ないものが出てくる、はい、なるほど、なので本当に出しましょうと、はいはい、そうすると、まあ、この形になります、はいはい、こっちが z に関係ないやつ、はい、z に関係ないやつ、はい、でこっちとこっちでそれぞれ収束するかどうかを見てみます、はい、で極限を考えるときは掛け算になっているときは両方収束するんだったら掛け算で書くことができる、はい、アルファベータだったらアルファベータになると、はい、つまり A がもう B も収束するとネガってやるわけですね、そうです、はい、でまず A の方、はい、これはまあパッと見て分かる通り区分求積を使えるんで、はいはいはい、こういうふうになります、はい、区分求積法の形、はい、N 分の1かけるシグマの K イコール1から N まで、まあ、N 引く1まででもいいんだけど、はい、FN 分の K の形になってると、はい、だからこれは E の積分になると、だから E 引く1になるんですね、こっちはですね、つまり A は E 引く1に収束しますと、じゃあ B の方はどうなりますか、 B の方はっていうと、はい、まず FZ が正か負か分かんないっていうのは非常に厄介で、はいはいはい、その本当はハサミ打ち使いたいんですけども使いづらいと、はいはい、なのでそういう場合はどうするかというと、多分 i に収束しそうだなっていう当たりがついてるので、はいはいはい、これと i の差を取って絶対値を取った上で評価します、うん、はいはい、つまりこの収束を考えるときに、はい、i に収束するっていうのはどこから出てきたか覚えてる、はい、i に収束するっていうのはそのだから最初に言ったこれだよね、はい、多分この議論やね、そうです、だから fx が正か負か考えずに一旦正と考えてみたら i に収束すると、そうね、だから0 z は0から1の間みたいな感じで式を連ねていったときに、うん、fz が仮にプラスと考えたら、うん、ハサミ打ちで i に収束すると分かったんですけど、それが分からないから絶対値の形を取って、うん、i との差を取る、そうです、すると i にもし収束するんだったら0に収束するはずだよね、はい、っていう話、はい、で i っていうのをまあが0から1までの fx なんで、はい、これ区間が同じなんでくっつけられて、つけられて、で fx かけるこの e の n 分 z 引く1っていう形になりますと、はい、なる、はい、で、そうですね、それを変形するとこれになる、はい、はい、で、あとこれもあります、あの積分してから絶対数よりも絶対取ってから積分した方が絶対大きいので、はいはいはい、ちょっと丁寧に書こうか、はい、だから積分して例えば0、1の、はい、まあ、仮に fxdx っていうやつよりも、はい、基本的には、はい、インテグラル0、1の絶対値 fx 以上っていう関係がないやつね、基本的には、はい、それを使うと、でそうすると今度は fz に絶対値を取ってるんで、はい、これは正の値だと分かってる、はい、絶対正、はい、分かってるんで、そのさっきの議論をもう一回繰り返すと z は0から1の間0ということは n で割るとこれ、はい、e を取るとこれ、はい、これっていうふうにここに近づけていくよね、はい、でこれの両辺 fz の絶対値を取った時に、はい、
相互の向きはそのまま、はい、絶対値を取ってるから、はい、じゃあ0小なりのはそのままで、こっちの右がどうなるかというと、こっちの右が、あ、これは常に成り立つから積分が取れると、うん、それで積分取っても不等式の向きは変わらない、はい、でこいつを取った時にこいつというのはE の N 分の 1-1 っていうのは DZ に関係のない値で、0、1の FZ、DZ の絶対値っていうのは、はい、何か有限の値を取るだろうと、はい、つまり E の N 分の 1-1 が0に収束する以上これは0になるよねってこと、っていうことは、うん、こいつよりも大きいものが0に収束するっていうことは、うん、回り回ってこいつっていうのは0と0に挟まれてる、なのでこいつの極限を取ったら0になります。だからこの E の N 分の ZFZ と I の差が0になるということは、こいつは I に収束する、収束するということは、元に戻るとこいつは E 分の、じゃあ E-1 に収束してこっちが I に収束するということなので、答えは I×E-1 になったという問題でございましたと、はい、なるほど。これは入試で出したらどうなりますか？誘導がつくでしょうね、多分ここは多分例えばその F あのシグマの形で書いてみろとか、そうですね、例えばそういうことですよね、はい、この形を一度答えさせてほしいよね、はい、ここまで来たら多分いけるんですけど、うん、こっちが難しいっていうのがこの問題があるんで、はいはい、だからここが分からんと0点で終わっちゃうじゃないですか、うん、そこが多分難しいとこなので、ここは多分誘導が出るので、入試で出る場合はで、ここをまあ解けるかどうかでちゃんと勉強してきたかどうかが問われるって感じじゃないですかね。なるほど。ということで、はい、結論、東工大の工大祭模試難易度はお前の中での10段階評価で何ぼか、これ10段階評価でで、まあ、例えば、まあ、阪大の入試とかは 5にしようか、はい、我らが阪大の入試は5として、はい、共通テストとかはまあ1とか2、はいはい、まあ、東大とか一橋東工大がまあ7とか8、はい、まあ、10はもう数折り、はいはい、って考えた時に、はい、これはどれぐらいに属してるのか。おー、難易度高い。これは難易度高いですね。難易度高いですね。誘導がないっていう。そう、誘導あれば6ぐらい、6ぐらいまで行く、6ぐらいまで行けるってことね。そうなんですよ、はいはい、だから積分の不等式評価とか、はい、まあ、教科書でも書いてあるようなことを使ってやってるもんね、はい、最初がむずいとどうしてもその0点か取れるかになっちゃうんで、要は最初にこれ0から1と1から2とって分けるっていうまず発想、はい、そうですね、そこが、まあ、まあ俺も全然途中まで行ってなかったけど、はい、いや、これだから面白い問題でしたね。はい、面白い問題でした。面白い問題、なんか僕も結構学びになりました。ということで、なんとこれ全部やろうとか言ってたのはこれバカでしたね、僕たち。ちょっと夢のまた夢でした、夢のまた夢みたいなこと話してたんですけど、全部やるとしたら朝8時から始めないといけないですね。そうっすね、はい、今度じゃあ朝8時からやる。そうっすね。お前何曜日が暇なの？土日です。まあ、まだちょっとキムと一緒に数学、僕も数学のね勉強好きなんで、はい、一緒に勉強するっていう会をやっていきたいなと思います。で、積算のメンバーとね、これ実はね3回もあるんで、はい、なんと15問あるんですよ。15問あるんです。すごいですね、たっぷり遊べますね。たっぷり遊べます。本日大事だった数学の関係性だけここにちょっとまとめておこうかな、はいはい、あの積分の絶対値のやつとか、はい、プラスかどうか分からへんものの収束判定の時に絶対値とその、はい、おそらくこれに収束するだろうみたいなものの差を取って、はい、議論するという。そうですね、これだからあの、うん、数列の時はよくやるんですよね、数三で数列の極限取るとかやるじゃないですか、それをこれにも応用できるんだよっていう話ですね。なるほど、だから僕もちょっと勉強になりました、はい、ということで本日の日曜電話以上になります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。